大石俊光は日本の実業家。コナミスポーツ代表取締役社長や日本フィットネス産業協会副会長等を経て大阪電気通信大学理事長見学長。長崎県下阿賀たの漁師の家に9人兄弟の罰子として生まれる。1970年長崎県下阿賀た伊豆原町内院中学校を卒業。1974年大阪府立。 上等工業高等学校定時制電機科卒業、コナミ工業入社。2000年コナミ AM 事業本部副本部長兼、神戸事業所所長。2003年コナミスポーツライフ、代表取締役社長。2005年コナミスポーツ、代表取締役執行役員社長。コナミマニュファクチャリングサービス取締役。2006年コンビウェルネス代表取締役社長。 2007年、コナミ執行役員健康サービス事業、担当、セルフフィットネスクラブ代表取締役社長、健康サービス産業振興機構理事、日本フィットネス産業協会理事、副会長。2008年、コ月スポーツ教育財団評議員。2009年、スポーツフレックスジャパン、代表取締役社長、コナミスポーツライフ代表取締役執行役員副社長。 2010年大阪電気通信大学医療福祉、工学部健康スポーツ科学科教授。2013年光月スポーツ教育財団理事。2014年大阪電気通信大学医療福祉、工学部長。2015年大阪電気通信大学理事、評議員。2016年大阪電気通信大学学長。2018年大阪電気通信大学理事長。 ありがとうございます。